こんにちは、ストーンレイク直子です。今日は絵手紙でおたふくを描きながら節分の知恵袋をしたいと思います。2021年の節分は2月の2日火曜日です。恵方は南南東、やや南だそうです。使用する道具は筆3本、顔彩絵の具と画線紙はがきになっております。今朝ですね、こちらの右側にある青鬼さんを TikTok さんの方で描いたんですけれども、半眼の青鬼さん、それに合わせて半眼のおたふくを描こうと思って、今メンソー筆でアウトラインを描き始めました。実際の速さの再生になっています。節分というのはですね、季節を分けることを意味する行事、読んで字のごとく節分、節を分ける。本来は年に4回あったんですけれども、今現代ではですね、立春の前日、2月の3日ごろを節分と言いますよね。でもそもそもは4回あったそうです。立春の前の日ということは、つまり冬の最後の日なんですね。で、この冬の最後の日に行われる節分の行事なんですけれども、季節の変わり目に入りやすいと信じられていた邪気を払うための儀式が由来だそうです。結構古く、平安時代の追儺式が由来だそうなんですよ。そしてこの悪いもの、つまり鬼ですね、を追い払って、いいもの、幸運や福を呼び込む、そういった行事になっています。皆さんね、よくご存知なのは鬼は外、福は内というんですけども、この鬼は外、福は内をする時のお豆なんですけれども、いった大豆を神様、ちょっと高いところにお供えをして、でそれを使うそうなんですね。お供えをした豆を福豆というそうです。福豆は邪気を払うというふうに信じられていたようです。昔から病気や災害は鬼の仕業だと信じられていたようなんですね。悪いことをする鬼が来ないようにと願って豆をまく、昔のおまじないのようなものだったようです。そして日本では古来から穀物の信仰というのがあるらしくて、穀物には生命力がある、魔除けの力があるというふうに信じられていたそうです。節分の風習、地域によっていろんなものがあるらしいですね。皆さんの地域ではいかがですか？いろいろ教えてください。恵方巻きなんですけれども、恵方巻きはラッキーな方向、その年のラッキーな方向を向いて丸かぶりして食べる巻き寿司だそうです。実は私、恵方巻き食べたことがないので、今年初めてやってみようかなと思っています。出来上がりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんの一日が良い一日でありますようにお祈りしています。